ちょっとだけご挨拶をお願いできますか。寺尾先生です。あ、皆さんこんにちは、寺尾です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。取り上げる一個一個のステージゲームは囚人のジレンマで、つまり一回きりだと協力しないようなゲームを考えて、そこで行った人々はそのような一回きりしか会わない人だと協力しないような状況で、どうやって人々は協力するんだろうかということを学んできたわけです。良い行動は良い内面から出てくるとも限らないというこの、協力と信頼に関して、無限界の囚人のジレンマの繰り返しからこのような3つのインプリケーションを、インプリケーションとはそこから引き出される、意味なんですがを、しました。とこれを踏まえて、ごめんな、僕はもう10分も喋ってしまいましたが、これを踏まえて寺尾先生が、お話をしてくださいます。お願いします。初めての人向けに、少しだけ解説をすると、囚人のジレンマっていうゲームが、まあ、あるわけですね。まあ、ゲーム理論の中で一番有名なゲームと言ってもいいんですが、でこれは何を、考えるためのゲームかというと、それぞれがベストを尽くすと社会全体では最悪の結果になるというようなことが社会ではあるということなので、個人の延長線上で社会の問題はもう考えてはいけないというお話です。しかもさらにそれを無限回繰り返すっていうようなことを、ゲーム理論では考えているわけですね。じゃあ皆さんに問いますが、囚人のジレンマであろうとなかろうと、ゲーム理論ではゲームを繰り返し、しかも無限回繰り返してプレイするということを考えます。でこれはゲーム理論における非常にスタンダードなやり方になってるんですが、無限回っていう実際リアルワールドではありえないようなことを考えるのはなぜだと思いますか。今の僕のコメントは、ゲーム理論はそれそのものは数学です。数学です。ゲーム理論、数学であるゲーム理論を経済学的に理解すると、僕は今皆さんにお伝えしたような理解になると思うんです。経済学の一つの大きな特徴は、実際に人が行っている行動と人の内面、すなわち気持ちであるとか感情とかっていうことを完全に切り離していつも考えるというのが経済学の一つの大きな特徴です。いいことをしているからいい人なんだとか、悪いことをしているから悪い人なんだ、つまりどういうことかというと、いいことをやってる人は善意の人なんだ、悪いことをやってるのは悪意の人なんだというような雑な見方を人や社会に対してしないということです。じゃあインタレストとそれがどういうふうに関係しているのかというと、インタレストにはどういう意味があるかというと、経済学部の皆さんと皆さんが頭に思い浮かべるべき訳と辞書との訳の順序は変わっていてほしいです。注目するものがあるんですが、カテゴリーとしてはこの時期の3回生の就活生絡みの話があったりして、でそれに関しての、まあ、コメントにもおそらくなると思いますね。何かを一生懸命やっている、例えばそれが仕事だとしましょう。何かを非常に熱心に精力的にやっている人を見たときに、そういうことが、その人はですね、それが好きだからやっているんだとか、興味が あってやってるんだというふうな見方をすぐにしてしまうのは問題だろうということです。逆に言うとこういうことです。興味があるからやるとか、好きだからやるとか、逆に言うと興味がないからやらない、好きじゃないからやらない、楽しいからやる、楽しくないからやらないというような判断を全てしてしまう。つまり何が言いたいかというと、行動と内面を切り離して考えるという経済学の特徴をきちんと理解して、それを自分自身に当てはめるのであれば、やることと思っていることというのは切り離すこともあるし、むしろ切り離した方がいいことがたくさんあるっていうような発想がそこから自然と生まれるはずですが、なぜかそれをすっ飛ばして就職活動で会社や職業を選ぶということになると、やりたいですとかやりたくないですかみたいな話になるわけですけど、もうその時点で僕はその人は経済学は分かっていないという判断をします。なので言いますよ、今日のテーマですけど、自分の利害興味っていうのを切り離して別の基準でやるっていうことを考えてみたらどうでしょう。これは提案でもありますけどね。就職活動の例えばエントリーシートや面接でクラブやサークルの話はしない方がいいですよ。今はもう飽き飽きしてますから、全部パターン一緒なんだもんだって。その話の、そうじゃない話をどれだけできるかっていうところで勝負をしてください。こんな学生はいないって言ってましたよ。
とにかくひたすら勉強しました4年間と、本500冊読みましたと、でそこから得た自分の洞察はこういうことですっていうような話をし してみたらどうですか。経済学を一生懸命勉強しました、泉頑張りました、仲間が大事だと思いましたじゃなくて、そこでどんな洞察を得て自分のものの見方や考え方がどう変わったのかということを分かりやすく簡潔にきちんと文章でも口頭でも伝えられるようになってください。本当にね、日本経済はどうすれば良くなるのかとか、日本の景気を良くするためにどのような政策が必要かという問いですが、その問いを聞かれて僕は正直にどう答えるかというと、僕は、あえて、なんだろうな、ぶっきらぼうな言い方をすると、知らんと、興味ないと、というのが僕の答えです。今から言うことは上級生の皆さんだったら理解できるでしょう。あいつはいい男なんだけど悪い男なんだよな、あるいはいい女なんだけど悪い女だよ、というこの表現で伝えられていることは何ですか。説明してくださいって言ったら説明できますか。いい悪いってそんなに簡単じゃないんですよ。それは何と同じぐらいかというと、景気がいい悪いってそんなに簡単に判断はできません。これは専門家としてはっきり言ってみましょう、はいはい、めっちゃ難しいです。 それ一つとってもね、はい、マクロとミクロは皆さん1回生の時から、入門があって中級があって上級があるという、もうきれいに並列してますよね。でこれはきっとどこの大学でもそうです。そして入門経済学の教科書にはマクロの部分とミクロの部分があります。でもそれは僕が先週発見した、それはまやかしです。マクロとミクロは実はマーとミーしか力と黒で同じですが、しかも並べてますが、その2つは実は全然並べるようなものではありません。これ皆さん何だか分かりますか。ちょっと難しい単語ですよ。自然ともともと本来的に備わっているという意味です。という意味でこういうのです、うん、人とか物の性質あるいは特性の一部であること、うん、というのがこのイントリンシックという単語の意味です。イントリンシックなマクロの問題とか、うん、イントリンシックなミクロの問題があるからマクロ経済学とミクロ経済学があるのだろうかという話と、もう一つはイントリンシックにはミクロの問題とかマクロの問題っていうのがあるんじゃなくて、問題は言ってみれば一種類なんだけど、見方のところでイントリンスカリーにマイクロエコノミックだったりマクロエコノミックだったりするっていうことなんかどっちなんでしょうねっていう話をしました。でマクロエコノミストかって言うよね、マクロエコノミストって。マクロ経済学者っていう意味ですね、マクロエコノミストは。でちょっと待てよと、マクロ経済学の人はマクロエコノミストって言うけど、マイクロエコノミスト、ミクロ経済学者ですが、マイクロエコノミストっていうのはあんまり聞かんなと思って。専門がミクロ経済学の人は専門は何ですかって聞いた時に、必ずその研究対象となっているテーマとかトピックを言うんですよ。例えばコーポレートガバナンスですとか、ファイナンスですとか、分析の対象を答えるんですね、ミクロの人は。って聞かれたら、あ、マクロですって言って、相手も、あ、マクロですか。で、そうするとその了解っていうのは、要するに、あ、労働ですとか、金融ですとか、環境ですっていうのと同じように多分響いてるのかなと。という。事実としては、ミクロ経済学とマクロ経済学は、さっきも言ったことの繰り返しになるけども、とっていうふうに結びつけていいようなものじゃない、はい、ということになります ね。それがとりあえず今日の時点での暫定的な結論ですね、はい、理論とは現実を見ていないんです。数式を見ています。でもその数式を、まあ、モデルといいますが、モデルを見て得られた結果とそして現実に起こっていることを比べて、そこの違いがあれば非現実を見ることで現実がどうなっているのかが理解できると。 S イコール P みたいなんで均衡の式で解くみたいなありますよね。僕あの問題ほんまアホかと思っていて、計算さすがボケと思っていて、でっていうことを全部言ったわけです。この計算はこの線でもいいよねと言ったわけですね。でなんでかわかると問うたわけです。でそ
答えの一つに、いろいろ出てくるんですね。一つになんで計算せんでか分かると聞いたら、一人の子がはいって言って、それは机上の空論だからって言ったんですね。僕はそれもパチーンって切れて、それは切れるだろうな、はい、でもうそこはもう真剣にもう教育者じゃなく怒っちゃって、これは机上の空論っていうお前の想像力なしに当てるわって言っちゃったんですね。なるほど。理論を見て机上の空論と片付ける前に、理論から現実のことを思い浮かべる想像力を養ってほしいなと思って僕は授業をしています。僕なりにはこういうふうに理解したんですけど、見るものを変えることと見方を変えることとどっちが大事かというような問題があって、場合によっては見るものを変えるよりも見方を変えることの方が決定的に重要であるようなことがあるってことですね。でそれを今見方を変えてみようという話をしているときに、机上の空論だと、そんなこと言ったら囚人のジレンマだって机上の空論だし、はい、無限回繰り返しゲームだって机上の空論なんですよ、はい、でそれを机上の空論だという理解をするその、まあ、雑さ加減というか、まあ、そこに腹が立ったってことですかね。あの自分にと違う考えを持ってるからじゃなくて、まさにそこを丁寧にやってほしいという話をしてたのに、そこで机上の空論ですっていうね、今の話はどういう表現になるかというと、いやそれはおっしゃってることは分かるんですが理想論ですなって言われるんですよ。うん、見方を変えてみませんかっていう話をしてるときに、もう理想論ですって言われることは僕はめっちゃ多いです。でそれはもう多分経済学を専攻してることから来るんだろうなっていつも思ってますけど、もうねそのためにだからブチ切れてます。うん、見るものを変えるだけじゃどうにもならないっていうことになってるから見方を変えようって話をしてるのに、でそこでねもう理想論だって言われたらね、もう本当にねもうなんて言うんだろう、ちょっとまあ言っちゃおうかも、本当死んでしまえと思うぐらい本当に腹が立ちますね。だから無限界の繰り返しゲームを考えるっていうのは見方を変えてみようって話なわけですよ。でそこで無限界はありえないっていう話をしたら、もうその見方を変えるっていうことがないって話になっちゃうっていうことです。経済学を10文字以内で表すとということですね。あ、じゃあこれ皆さんもやりますか。僕の答えは言いますね。僕の答えはこうです。で、かぶってください。すぐに内面と結びつけたりはしないっていうことですよね。はい、そうですね。そうですね、ほんまね。うん、そういうことですよね。そうなんですよ、行動を理解したいんですよ。僕は、改革をつけてたと思います。で限りあるものっていうのは、特に学生の皆さんに言いたいことは、伝えたいことは自分自身も含めて考えてくださいということで、もう一つ、そうか、ロビンズだったらこっちの方がいいかなと思ったんで、はい、マーシャルの有名なクールヘッズバットウォームハーツ、はい、とというのはこれはアンドではありません。バットだから、この言い方自体がトレードオフを捉えていることになっているっていうのがポイントだと思います、ね。最初のいい悪いの話、今日の全体の話をすると、落ち着きと思いやりというのは別に道徳的なメッセージではありません、どんないいことにも悪い側面があります。例えばどういうことかというと、この間10月にタバコが値上げされました。国民の健康福祉の上ではそれはいいことですが、悪いことだってあります。何が悪いのかっていうと、 JP はとりあえずいいわけですよ。他にもいろいろ儲ける手段があるから、タバコ農家はもう存亡の危機ですね。そういうこともある。悪いことにもいいことがあります。悪いことの最たるものは戦争だと思いますが、戦争にもいいことがあるんですよ。2つあります。1つはマクロのレベルでは、景気はその後必ず良くなります。そしてミクロのレベルでは、戦争が起きるとそれを契機に飛躍的に科学技術が発展します。その後にそれが民生用に転用されてということがあるので、だからといって人の命と機会にしていいかというところを考えないといけないということだと思いますが、はい、それでは最後まとめは、じゃあ一番先生お願いします。理解したいという、その分かりたいという気持ち、そして限りあるものを大切にという、そうするべきだという指針と、指針というのはそうするべきだという価値判断と、それから、落ち着きと思いやりという、まあ姿勢ですかね。その3つを、まあ、まんべんなくやってるなというふうに思いました。今日はじゃあお招きいただきましてどうもありがとうございました。